はい、こんにちは、ゆうすけチャンネルです。今日はマジックの方、これミスターマリックさんなんですけど、ミスターマリックの超カードマジックというものを、紹介したいと思います。やっぱ昔から、マジックするのが好きでして、まあ、最近は全くと言っていいほどトランプとか触ってないんですけれども、小学校の時は本当に毎回というか結構やってました。はい。で、久々に見つけまして、はい、なんかあの純粋な子供時代が懐かしいなと思いながら、これを紹介したいと思います。そうですね、いろいろなマジックがありまして、全部こちらはカードマジックなんですが、簡単なものからちょっと難易度があるものまで、20種類のマジックが、この本に収録されています。そうですね、これいいなと思ったマジックが一つありまして、まあ全ていいんですけど、まあこれ一番僕みたいな素人でもやりやすかったっていうのが、これですね、相性テスト、見えてますかね、相性テストなんですけど、これいいなと思いまして、気になる子になんかやってみるのもいいのかなっていう勝手な思い込みをしております。こんな風にやり方も非常にこう載ってまして、で DVD もついてるんで、実際にこうお手本でやってくれて、さらにそこから、まあ、種明かしというか解説までやってくれるので、非常にこう分かりやすく、なおかつやりやすくなっております。なので、あの初心者でもあっという間に上達っていうのと、動画と連動で確実にマスターしてくる、マスターできるので、はい、非常に、習得しやすくなっていると思います。はい。実際に僕も見てやってた、やってて、こう、ね、パッパッパってやってながらやってたんですけどね、はい。やっぱ、こう、少しでもできると、やっぱ、なかなかね、人と話せない人は、こういうマジックとかをすると、やっぱ人と話しやすくなると思うんで、はい。僕もそういうことをやってきました。はい。なかなか友達になれなかったんでね、はい。はい。なんで、こうやってマジックを参考にしてみるのも、いいと思います。また、すごい楽しいんだよね、マジックやってる間もね。やっぱ、こう、うまくいかないと、イライラしちゃったりするんですが、やっぱ、やって、驚く人を見るとやっぱおっと思いますよね。はい。なんで、皆さんこれぜひ読んでやってみてください。楽しいので、はい。噛みまくりでしたが終わります。